はい、オブザンチャンネルをご覧いただきましていつもありがとうございます。ありがとうございます。滝本仏光堂小林です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、本日もですね、浄土宗総本山知恩院布教師河野信玄様にご出演いただいております。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。すいません。はい、そしたら早速今日も質問の方よろしくお願いいたします。こちらこそ。はい、天国と極楽浄土は違うんですかと。天国、そうですね、天国と極楽浄土は違うんですか。はい、端的なご質問でありがとうございます。はい、なんかイメージとしてはなんか一緒のような感じはしますけどね。しますよね。はい、まさしくそのイメージとしては素晴らしくこう神々、ね、しくて、はい、いい安らぎなところ、もうすぐなくなったら行きたいところみたいなイメージがありますね。はい、そのイメージで極楽浄土も、はい、まあ似たようなイメージで結構なんですよ。はい、まあ、それが証拠にあのお葬式とかで弔辞で読まれる言葉、はいはい、それには天国でどうぞ安らかに、ね、そうですね、はい、俺も後から行くわみたいな感じの弔辞が、はい、まさしくそのイメージでいいんですが、はいはい、仏教でいうところの天国と極楽浄土、はい、それはあちょっと違うわけですか。ちょっとどころか天と地ほども違って、あもう180度違うわけですか。はい、そうなんですね。そこを、はい、今からよろしくお願いいたします。わけでございます。はい、天国と極楽浄土ですね。はい、まあ、本当に見た目にもそう近い感じするんですけども、そうですね、はい、実はこの天国というところは、はい、仏教でいうところに限りますと、はい、六道の一つと言います。あ天国は六道の一つ、はい、六道というと六つの世界のことです。はい、どういう世界かというたらこちらになりますね。はい、迷い苦しみの世界、これが伴う6つの世界、その一つが天国なんです。なるほど、迷い苦しむわけですね。はい、それに対して迷い苦しみの反対は悟り、はいはい、安楽、苦しみに対して楽なわけですね。はい、こちらの世界が仏教では浄土、お浄土、極楽浄土と説くわけですね。全くあれですね、悟りと迷いのこの真逆になるわけですね。180度ここにはもう隔たりがあるわけなんです。はい、で極楽浄土はこちらです。はい、で今のご質問で言う、はい、仏教で言うところ何度もここお断りしますが、はい、仏教で言うところの天国すなわち天人天女がおる世界はこちら、はい、六道の世界になるんですよ。では、はい、その6つの世界とは何かと申しましたら、はいね、こちら地獄と書きますが、あそうです、ね、これは説明いらないと思うんですよ。そうですね、もう言わずもがなみたいなところですね。地獄の苦しみ、はい、苦しい世界、はい、でその上、はい、こちらはガキ道の世界といいまして、はい、ガキの側は飢餓の側、まあ、飢饉飢餓の側です。要するに上へ飢渇の世界、食べれないわけですね。そうです、カラカラに枯れててね、食べ物口にしようとしても入ってこない、辛いですね、目の前で消えてしまう、はい、食べること以外に飲むこともそうですからね。そうですか、苦しい世界、はい、そのもう一つ上がこれ、はい、畜生道の世界、はい、畜生の畜はこれ家畜の畜と書きますから、はい、まあ、要するに家畜、豚さんとか、豚さんとか、まあ、はい、馬や羊もそうになってくるかもしれませんが、はいはい、まあ、要するに人間以外の動物の世界ですね。でその上がこちら、はいはい、シュラと言いまして、はい、まあ、アシュラとも申しますが、はい、私たち身近なところで修羅場という言葉使いませんか。聞きます。そうですね、若い頃はよく経験よく経験しました。まあまあ、はい、そうですよね、はい、まあ、要するに、はい、いさかいいざこざ、まあ、戦いばっかりしてる、はい、そういう意見にしわ寄せて ね、ちょっと嫌ですよ ね、苦しみ悩みの世界です。はい、そのようやくちょっと上に人間界が出てまいりますね。はい、僕らがおるところでございますね。こちらも煩悩に紛れた世界と説かれるわけでございます、はい、仏教では。でようやくその上に天上界、あ天人天女の世界、いわゆるここが天国になる。そうです、いわゆる天って書いてますからね、はい、天の国でございます。ではなぜ天国天上界がそしたらこの苦しみ悩みに入っておるかというところなんですけれども、はいはい、大発涅槃経というお経様の中にこういう言葉が出てくるんです。はい、天人五衰と言いまして、その天人にとっても5つの衰えが死ぬ間際には出てくるよ、はいはい、要するに天人天女は寿命を私たちと一緒です持っているわけですね。やはり
なくなるわけですか。そうなんです。あ、毎日が本当歌舞音曲に包まれてて、はい、本当に快適快楽にふける日々なんですけど、はい、また寿命も我々人間とは、天国の世界の天人天女さんはね、もっともっと長いってとこ、ね、長いんですね。まあ一説には500年とも4000年とも言われる寿命があるので、羨ましいですね。そんだけ日々楽しい楽しい毎日が続くんですけれども、最終最後には寿命が尽きる時が必ずやってくる。あ、そうなんですね。その死期が近づいてきたならば、現れる兆候として5つの衰えがありますよ、はいはいはい。まあ、それはどういうことかと言いましたら、一つには体からね、赤が出て、私たち の、 あ、はい、あの天人天女が着てる歯衣とかね、はいはい、そういう衣服がこう汚れる汚れる。また脇の下から嫌な汗が出てくる。それらに伴って体から異臭を放つ臭い匂いが出てくる、はい。そしてさらには、天人天女が身にまとっておる装身具といいますが、綺麗なネックレスとかね、きらびやかなこういう、はい、その一つ頭につけている飾り物の中にこう綺麗なお花がいつも咲いているんだそうですけれども、そのお花がしおれてしぼんでくる。そうですか。まあね、今うちの妙楽寺のツツジの木も素晴らしいですよね。それもね、しぼんでくるとやはりね、まあ、そうですね、ちょっとこう寂しかったりとか、ね、はい、汚くなってまいるわけでございます、はい。でその5つ目の衰えが本業楽しめなくなる。私たちの本業を楽しめなくなる。また居心地のいつもの居場所に戻ってもそれが楽しいと感じなくなってくるっていうね。なるほど。そういう兆しが出てくるんですね。はいはいはい、なるほど、うん。だからいわゆるそのまたそこで亡くなられたら、うん、その六道のどこかに、そうなんです、結構それが迷い苦しむっていうこと、まあ、私たち人間界の人も同じなんですけれども、はいはい、日々の生活の中で善根といういわゆるいい行いをしたら、はい、次いいところ行きますよと言われている、はいはいはい。あと悪いことしたら、さっき言った6つの世界のうちの下の地獄道やらね、はいはい、あのガキ道やら畜生道に落ちるかもしれません、はいはい。まあ、こういうどこの世界に落ちるかわからないこの6つの世界を、私たち六道の世界を輪廻しておりますよ。六道輪廻だと思います、はい。車輪が回転するごとくに生まれては死んで、はい、そして、はい、死んではまた生まれる、はい。この6つの世界をぐる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 流れては転がったりね、車輪が回るように回っておるわけでございます。この6つの苦しみ悩み患いの世界から一刻も早く解脱しなさいよ。解脱とは解き放ってはい、れる、そして脱出する、逸脱する、この六道の世界から逸脱して、はい、そしてどこへ行くか、はい、これが仏様の国、はい、仏国土とお経には出てまいりますよ、うん。その世界がいわゆる、まあ、お浄土、まあ、浄土宗では極楽浄土と申しますが、はいはい、この世界に行ったならば安楽国とも別名言いますからね、はい、安らかでそして楽しい楽な世界でございますね。そう思ったら全く違いますね。全く違ったくないわけでございますよ。ですので、まあ、今回ご質問にあられました通り、はい、天国と極楽浄土、はい、まあ、イメージはいいんですけれども、 そうですね、そこには、はい、天の世界は死ぬという大きな大きな最大の苦しみが最後にやってきて、はい、その今まで楽しかった分そこを去らなければならない苦しむというと、そうですよね、もうよっぽどですございますよね。その苦しみたるや比べるのであれば、地獄のあの苦しみの16倍ぐらいになるともね言われる、かなり苦しい、15倍、それだけ楽しいと、ね、16倍とも言われるぐらい、想像をはるかに絶するねこともあるわけでございます。ということで、はい、まあ、本来の、まあ、ご質問に答えさせていただきました。はい、大変勉強になりました。どうもありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。